オーデュボンの祈りは、伊坂幸太郎による推理小説。作者のデビュー作。2000年の第5回新潮ミステリークラブ賞を受賞し、同年に新潮社から出版された。2003年に文庫化。2004年にラジオドラマ化。2009年に漫画化。2011年には舞台化された。主人公、伊藤のコンビニ強盗から物語は始まる。伊藤は気づくと、 見知らぬ島にたどり着いていた。その島は、小木島といって、江戸時代以来外界から鎖国をしているという。島には、嘘しか言わない画家や、島の法律として、殺人を許された男、未来の見える、人魚を操るカカシなどがいた。しかし伊藤が来た翌日、カカシはバラバラにされ、頭を持ち去られて死んでいた。伊藤は、 未来がわかるカカシはなぜ自分の死を阻止できなかったかという疑問を持つ。住民から聞いたこの島には大切なものが最初から欠けているという謎の言い伝え。カカシの死と言い伝えの真相を追う伊藤の数日間を描く。NHKFM の青春アドベンチャーは国て2004年4月12日から4月16日および4月19日から4月23日にかけて、 ラジオドラマが放送された。全10回。NHK 名古屋放送局制作。2009年に漫画化されている。石井構造オフィスプロデュースにより2011年9月30日から10月12日にかけて、世田谷パブリックシアターにて舞台化作品が上演された。ありがとうございます。